炎山遺跡は台湾台北市中山区の炎山地区西側に存在する新石器時代の遺跡群。遺跡面積は2.7エーカー、複数の地層に異なる文化が存在しており、紀元前2800年から紀元前500年にかけて炎山文化が存在していたことを示している。2800年前の都1897年と1953年の発掘により、 炎山遺跡は二つの文化層で構成されることが判明している。上層を炎山文化、下層を縄文文化と称され、1990年以降は大、高文化、植物園、文化、十三業文化等の他の文化との交流が判明している。1988年4月25日、中華民国内西部は炎山遺跡を国家第一級戸席に指定。 沿山史跡公園の整備を積極的に進めている。沿山地区は台北市リンク大地下一帯の丘陵地帯であり、標高は約36メートルである。戦死時代の台北は台北湖という淡水湖が広がり、丸山はその中の小島であったと考えられている。1896年から1999年までの複数の発掘調査により炎山遺跡は 台湾地区では、珍しい多文化層遺跡であることが確認され、これまで、漢人文化、植物園、文化、十産業文化、塩山文化、人筒裏文化、大、高文化、戦闘文化の6つの文化層が確認されている。塩山文化は一般に塩山地区で発掘された遺跡文化の少々である。現在、植物園、文化、従産業文化、炎山文化、 人筒み保文化、大、高文化、戦闘文化が確認され、それらが垂直に分布しているのが特徴である。一般には、演山文化は八百九十七年に、日本人の井上角及び宮村栄一により初めて発見された遺跡を示す。当時発見されたのは、紀元前二千八百年から紀元前五百年前の遺跡であり、大、高文化を継承して、 台北盆地で発展した、戦士文化であった。この文化は、現在の炎山、芝山岩、赤土、大、高、五個、中和の淡水が両岸及び新三世系下流、キールン川沿岸からキールン港までの平原部に広く分布するものであった。ありがとうございます。